ストーウェイのセントニコラスザ・ブレストバーチンムヤリ教会にあるヘンリー・ストレーチーの記念版。セントニコラスザ・ブレストバーチンムヤリ教会にあるストレーチー作、最後の審判。ヘンリー・ストレーチーはイングランドの画家、美術評論家、作家。ハリーの通称で知られたストレーチーは、サー・エドワード・ストレーチーの息子で、リットン・ストレーチーのいとこにあたる。ストレーチーは、 ロンドンのスレード美術学校に学び、1888年から1923年にかけてバーミンガムの王立芸術家協会、グロスブナーギャラリー、リバプールのウォーカーアートギャラリー、ロンドンサロン、ニュー、イングリッシュアートクラブ、ニューギャラリー、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツなど、数多くの画廊や展覧会で広く作品を発表した。ストレイチーは肖像画家として実績があり、 作品の中には、1914年に、後に婚姻生のブレンダ・パイで画家として知られるようになる、当時7歳だったブレンダ・キャプロンを描いたものもある。ストレーチーは、ロンドン南部ブロックウェルのロンドンの衆議会庁舎の食堂に一連の遺体を制作し、そこでは代表的な田園生活の場面が表現されており、朝は刈り取りのために野良へ出かける農民、昼は野に咲く、 犬原の傍らにいるピナホアを着た二人の子供たち、夕方は積み上げられたし草、また午後は川辺でお茶の時間を過ごす労働者が描かれ、さらに部屋の長さいっぱい、20フィートほどの大きなパネルには広い牧草地で働く労働者たちの姿が描かれている。ストレーチーは1896年から1922年までザ・スペクテーター氏の美術評論を担当した。 1911年には、ロンドンのジーベルサンズ・リミテッドから G.C. ウィリアムソン編により刊行されていたザ・グレート・マスター・ツ・イン・ペインティング・スカルプチャーシリーズの一冊としてラファエルを表した。サマセット州ストーウェイにあるセント・ニコラス・ザ・ブレスト・バーチン・メアリ教会の内部には20世紀初めにストレーチーが制作した壁画が描かれている。 そこでは、等身大の聖ニコラスと聖母マリアが祭壇の両側に描かれている。また、内陣には、群衆に食物を与える奇跡の場面や、エマウスへの途上の二人の弟子たちを描いた絵画もある。内陣のアーチ上には、光と闇の天使たちを同数描いた、最後の審判の場面が描かれている。ミューラルペインティング、スペクテーター、 11,http コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットスペクテタードット CO.uk スラッシュアーティクルスラッシュ 30th-march-1912 スラッシュ11スラッシュ m u r l p a i n t i n g 2 0 1 3年6月12日日閲覧 ?The Dining Room of the County Council エスビルディングインブロックウェルパーク、サムシックスティーンイヤーズアゴーズデコレーテッドバイ、ミスター、ヘンリーストレーチーウィズファイブパネルズオブディファレントサイゼズ、レプリゼンティングティピカルシーンズオブカントリーライフ、トーン、ウィズモヤーズゴーイングツーアークインザフィールド、トチューン、ツーピナフォードチルドレンバイ、エスプレイオブドックローゼズイン、エーフィールド、イブニング、ザヘインザスタック、アフタヌーン。 レイバーイヤーズアットティーバイザサイドオブ、エイストリーム&、エイラージパネルオブ20フィートオアソー、ザレングスオブザルーム、ショーイングレイバーイヤーズアットワークイン、エイワイド、ヘイフィールド、ツーザ、プレゼントライター、ルッキングアットザペインティングスポーザファーストタイム、ザペイントアピアーズアズフレッシュアンドクリーン、アズイフゼイハードビーンフィニッシュトオンリー、エイヒューマンツアゴー、ペフスナー、ニコラス、ザビルディングスオブイングランド、 ノース、サマーセットブリストル、ペンギンブックス、ISBN0 から14から071013から、ニシェラー、PJB、ストイパリッシュチャーチ、A ブリーフヒストリー、ストイパリッシュチャーチ。ありがとうございます。